皆さんこんばんは今夜も数あるラジオ番組から「ひめむぎの飛行機アイランド」をお選びいた,だいただき誠にありがとうございます当番組は下流シェア提供による航空系情報エンタメ番組です今夜の60便のフライトアテンダントは私髪型が整え,整えられない翔也と <laughs> アシスタントの鈴です今日は栄次郎さんお休みですね、はい、そうですねはいはい 緊張します。緊張しますね。<laughs> はい。<laughs> 今夜のフライトは。祝。六十回。イェーイ。イ,ーイ <laughs> そんなに。中途半端してないかもしれないけど、六十 <laughs> 回です。<laughs> はい。ただいまの宜野湾市の天候は。晴れ。気温は二十二度。私寒いです。<laughs> はい。はい。と。 わずかなひとときではございますが <laughs> 今夜も最後までお楽しみくださいませ番組ではリスナー様からメールやツイキャスへのコメントを受け付けています宛先は「アイランド island.fmgnoson.com」「i s l a n d f m g n o s ドットコムです当番組は七79 79.7MHz のほか「s a i n t m a l マルラジオや「ツイキャス」「ユーストリームで聞くことができます 飛行機アイランドは、空撮をもっと身近に、カリウシエア、航空ファンが集まるお店、那覇市境町、航空バー、ノッチフラップの提供でお送りします。はい。<laughs> 落ち着いた。落ち着きましたね。やることやったね。はい。あ <laughs> でもね、もっと喋らないとね、これから。<laughs> そうだね、頑張ります、<ー>私は。 頑張らないとね。カチカチになった。これユ吉田さん聞いてるのかな、中国で。聞いてますかね。ね、聞けないか。うん。はい。でも聞いてたらね。なんか突っ込んできてくれそうな。ぜひ、あの。ツイキャス。コメントください。はい。助けてくださいね、皆さん。お願いいたします。皆さんで成り立っておりますので。はい。はい。よろしくお願いします。はい。どうする?。はい。早速。 <laughs> いつもの流れだとニュースランキングなんですが裕次郎さんみたいに語れないので、うん、ちょっと気になったニュースをちょっと1人2点ずつ二、ねはい、つ,つ,つずつ話してみましょう、はい、で私からなんですが航空自衛隊那覇基地で開催される航空祭「美ら島エアフェスタ2016」に。 ブルルーインパルス参加航空自衛隊は12月10日から11日に那覇基地沖縄県那覇市で開催される那覇基地航空祭「美ら島エアーフェスタ2016」にアクロバットチームブルーインパルスが参加すると発表しました美ら島エアーフェスタ2016は2日間開催だがブルーインパルスの参加発表は12月11日の 1>, 1日間のみとなっているなおブルーインパルスの年内の飛行展示予定は以下のとおり航空自衛隊アクロバットチーム、えー、ブルーインパルス2016年度スケジュールで、えー、っと11月27日日曜日茨城県これは百里基地平成28年度百里基地航空祭 12月4日日曜日、宮崎県ニータバル基地ミータバルエアフェスタ2016、12月11日日曜日、沖縄県那覇基地美ら島エアフェスタ2016、また、美ら島エアフェスタ2016と目打たれた那覇基地航空祭は初の2日間開催となり、開催時間は 10日が10時から19時11日が10時から16時ナイトフライトも予定されているということでございますで今回この名前も変わってるみたいですね、はい、うんそうなんですかジュラシマエア,エアフェスタではなかったみたいで今までははいで裕次郎さんが興奮していってました、うん、はい次来 <laughs> てますよニュータバルですね うん、はいありがとうございますありがとうございますまた下の方にもあるかもあ,おあれこれアルファケインさんありがとうございますこっちだほら開いた<ー>ケインさんから<ー>ありがとうございます海外からスマホでツイキャス見たら通信医が<ー>あそうだねゆうじるさんがこれのこと、うん、そうだねっていうか見れないかもね結構 中国の奥の方って言ってたかもあ<ー>〜あ、うん。う〜んで何ファミファミさんうんエアフェスタ豪華らしいですねね<え>〜<ー>なんか写真載ってましたよね何の写真でしたっけこれですか航空自衛隊のアクロバットチームブルーインパルスこれ映るかな<え>いつもより豪華なんですかね、はい、ちなみにいつものエアフェスタって どんな感じなんです？今回よりは、今回よりは？何？いつも豪華なの？前回今までよりはもう2日間行われるし、うんでこの2日間行われるのも確かね、沖縄とあと1箇所ある別の箇所で、はい。ふん。でもそこ以外はうん、初初というか珍しいって言ってましたね。へえ。うん。 すごいなんかニュース読んでるっぽいね。すごいいい感じで、何ん今週月曜日の台湾は現地通信で普通に見てましたけど、おお、これは、止まってる、お互い。ラジオ、見ていただいてたんですね。ありがとうございます。じゃあ次いきます はい次行きましょうか、うん、エバー航空ぐでたまジェットを東京・成田から台北、桃園線に就航、就航記念で割引運賃もエバー航空は11月24日、サンリオのキャラクター、ぐでたまをデザインしたエアーバス A321200 型機の特別塗装機。 グデタマジェットの運行を開始した同社によるサンリオキャラクターの特別塗装機はハローキティジェットに続くもの機体だけでなく機内アイテムや機内食もぐでたま一色となっている当面は東京・成田から台北・桃園線の BR195 便および BR196 便として運行するまたぐでたまジェットの 就航を記念してオンライン予約限定で BR195 便、BR196 便が10%割引となるキャンペーンを行っている対象搭乗期間は2017年1月28日出発分まで12月23日、12月18日から2017年1月1日まで1月7日は除外日。 販売記念は12月31日まで。対象予約クラスは SWV。販売期間は12月31日までとなっております。グデタマ、人気がすごいですね。うん。台湾。台湾。なんでグデタマだったんだろう、台湾も。 台湾なんだろうヨナミナ君なんかわかります台湾で人気なのグデタマ多分,多分人,人,うん人気かな、えー、人気なのかな一応でも知られてはいるかなって多分<ー>うんそうなんだ人気なの最近なんか中国ではヘアピンに日本のこの食べ物のなんかあるじゃんサンプルそうサンプル食品を止めるのが流行ってるって言ってたけど 関係ないか、卵。卵やってる人いたから。卵。うん。それ関係ないのかな。関係ないかな。ないんだ。ほう。ほうって。おそらくサンリオ。うん。サンリオがつながり。あ、グデタムってサンリオなの。いやいや、エバーが。うん。エバーが。あのキティジェット。就航させたりとか。うん。あと。この。なんだっけ。 あの黒いペンギンみたいなキャラクタークマモン違う違う違う三リオだよ三リオですよサンリオの頭がツンツンしてるバッドボーイみたいなバツマルクあバツマルクも確かこのエバーの関連が飛行機飛ばしてたのの関係でだからサンリオの飛行機ってことでグデタマなのかなと今の話を聞くと分かる分かるんだ空軍一号さんさすが バットマツマルバット前何か空軍1号車それの飛行機に乗るって言って台湾まで行ったみたいな話を僕の番組で言ってましたけど乗ったの乗ったんだねじゃあねそうなんだこういうの乗るといいですねんかこういうラッピングされてる飛行機に乗るのね乗ってみたいちょっと変わった感じの 感じがするね。他の飛行機と比べたら。うん、すごいね。うん,うん。可愛い,い。ぜひ皆さんも。ちょっと写真見てみてください。うん,うん、うん。ぜひぜひ。はい。はい。じゃ、あ私行きます。はい。えっと、その並びで。ちょっと気になったのがあって。はい。と。今度の jal ドラえもんジェットは。南極カチコチ大冒険。ドラえもんのコメントも。 11月22日マイナビからですね JAL は12月下旬により2017年3月4日の公演予定のドライ映画「ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険」とタイアップをしと特別塗装機 JAL ドラえもんジェットボーイング767型機を就航するまた国内線キャンペーンも展開する。 ジャルドラえもんジェットは国内線にて12月下旬,下旬から2017年の5月下旬まで就航を予定具体的な路線や便名については運行日前,前日に JAL ホームページにて告知する機体には映画のコスチュームのドラえもんが大きく描かれており機内ではドラえもんが あしらわれたポストカードや子用用のノベリティも用意するまた登場,登場時には「ドラえもん」によりサンクスコメントが機内ビデオで放送される、はい、また JAL グループの国内線に2回登場した人の中から抽選で JAL ドラえもんジェットのモデルプレ,プレーンや限定映画試写会招待 などの当たるキャンペーンも展開するキャンンペーンは12月1日から2017年の1月31日の間に登場した人が対象です。うん、期間応募期間やと対象運賃などは詳細はオフィシャルサイトでぜひ見てください。はいはい、なんかあれだね年末年始はやっぱり子供に人気があるものやるね。うんうん ドラえもんはやっぱりドラえもんか見ます？見よう見ましょう。あんま見ないですか？ドラえもんは月一回というか今今っていうかあれだね。金曜日やってるよね。金曜日？金曜日。何をドラえもん？あ今日やってる？今？こんな時間だった？七時七時に。あそうなんだ終わってる沖縄の時間でははい。録画し前はねよく見て。 でも最近ネットでねドラえもんが自分の未来に変えるためにの、うん、び太がジャイアンに一人立ち向かうという、うん、感動をあ映画<う>去年のあれ去年去年ではあるんだけどそのも,うも,もっと前からもともとやってたのがあって知らんかったそ,うそ,うそれがもうネットで今また。 あの有,名有名というかなっててああそうなんだうん、うんはい、じゃあ追加数いきますねはいファミコンさんドラえもんはケイ,ケインさん言ってないやつケインさ、うんそうでしたね復興航空の倒産は衝撃でしたし合ってる違う。<laughs> <laughs> どこから <laughs> 下からあ台湾のやつからか <laughs>、うん、もっと下からだね。こうんうん。空軍一1号さん今週月曜日の台湾は復興航空の倒産が現地でああそうでしたね。うん、月曜日にジャパベのラジオでアルファビリティングさんも、うん、そうでしたね。復興航空の倒産は衝撃でしたし傘下の LCC の VAIR 運行再開も消えたのが残念です。まあ、また新しくで、できてくるのかな、いろいろと。ね。キャリーさん、初めて。キャリーさん。キャリーさん。初めましてかな。初めまして。ファミコン。すみません、ぐだぐだで <laughs>。本当にすみません <laughs>。はい、えっと、ドラえもんはどこでも、童話で。 航空産業を壊滅させる悪魔的存在 <laughs>。なんで？<laughs> ああ飛行機いらないから。ああ飛行機やらなくするから。現実的なことじゃないわけね。ああごめんなさい現実的に <laughs> <laughs> あ。あでも確かに。ああそうだね,ね。ドラえもんのどこでもドアがあればいいなっていう。そうだね。欲しい絶対これ欲しいの何があるって言った時に、だいたいみんなどこでもドアとかタケコプターみたいな <laughs>。 言うわけ？うん、私違うの言ってたよ。私ドラえもんのポケットが欲しいってずっと言ってた。<あ> <laughs> まとめて？じゃ全部手に入るさね。二次元ポケット。あれ買ってるんですドラえもんどうぞ。えそうなの？あれ買ってたっけ？ドラえもんは<れ>未来デパートっていうところで買ってたまに試供品みたいなとか届いたりとか、うん、ミスで届いたりするんですよ。で伸びドラえもんが なんだよあいつ商品間違えてるんじゃないかって言ってどっかに行ってる間にのび太が使うとかっていうシーンがあるんですよああポケットははただだ出すだけあ、はいあのか,なんか ?4 次元の空間でいろんなものが入るったから <laughs>、うん、このポケットが欲しいっていう答えは中身何もないようなんですよ。うんうん、マジか。はい、セットだと思ってた意識だからドラえもんからパチって奪ったら入ってると思うんですけど<ー>ポケット自体には何にも入ってないと思います残念ずっと思い込んでたな。うん でも前のび太がスペアを持ってていの一応ありますスペアって多分押し入れの中にスパって入ってるのがスペアポケットって言ってすごいよね知らないことばっかりだ昔好きだったんで僕ドラえもん意外に何でも知ってるね素晴らしいわ何でもやって。 困ったことは全部聞きましょうでもどこでもドアあったら本当に飛行機いらんかもねどこに行きたいこの番組がないかもしれないし確かにこの番組そうだね4次元エアとかわけわからんこと言ってるかもしれないドラえもんについてあと熱く語ろうみたいなどこ行きたいポケットがあポケットじゃなくてドラえもんどこでもドアがあったらうんどこ行きたい外国国 それでも外国どこ行きたいと質問とあんま変わらないようなそっかどこに行きたいっていうか何何ががししたたいいいんじゃなですかか例えば僕が思ってたのは沖縄のめちゃくそ安いめちゃくそめちゃくそ安いお家を借りながらの東京で仕事するとかそういうことを想像してましたあ現実的に便利に利用するってことねどこに行きたいとかじゃなくて行けるのは まあ金出せば行こうと思ったら行けるじゃないですか。行けないところ、宇宙とか。だけど宇宙、結局、どこでもドアで行っても、釘がないからね。がってなるだけなんで、だからそういう意味だと、どこに行きたいじゃなくて、何がしたいかなと、どこでもドアで。行くのはね、いくらでも行けるよね、確かに。小学校の時もね、あ遅刻するドラえもん出してみたいな。 ドラえもんドラえもんにどこでもドア出してほしいなっていう現実逃避はしたことがあって一度はあるねやっぱりみんなね僕あれが欲しいなバイバインっていう道具分かりますポンってエキスを垂らしたら例えば2分後にピンって2倍になってそれがピンって4倍になってとかっていって人もできるんじゃないかなってそれでお金にピンってかけたらピョン ピュンって増えていくのかなとかって思っちゃったりしてっていう,う<ー>欲の塊じゃない <laughs> 違うまあ <laughs> うドラえもんの道具が欲しいって言ってる時点で欲の塊なんですよも、だってそっちはポケット全部ってっじゃないですか,かそう、あれ意識セットかなと思ってねクリスマスの誰かくれんかなと思って、うん <laughs> 毎年思ってんだけどね話がすごい変わったんだけどツイキャスさろうかせっかくですねえっとケインさん「ドラえもん声優陣入れ替わってからはほとんど見てないな」ああ確かにうん確かに慣れなきゃ出さないのかなやばいドラえもんネタになってるよいや確かに一個一個突っ込んでたらあれ終わってしまいそうだから そうだね確かにね、うん、今後でも出るのかなうんはい、うん、確かに、はい、うんでえー、おっあアルファケインさんがそうですねさっきの「ドラえもん」の「どこでもドアがあったらこの航空産業どころか自動車産業まで壊滅しちゃいますね」ってことです、ね、そうだね確かに移動手段がねいらなくなっちゃうから本当に乗り物好きな人しか 利用ししなない業界になってしまうんですよねそしたらねでもなんか乗り物って本当貴重だねじゃあねそういう時代がいつか来るってなったらさ大事ね確かにファミコンさんから<何>、えー「ポケットから取り出した瞬間銀行決済されてしまうのか」って結構リアルな <laughs> 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 ちょっとお買い得なのか気になるところでありますけど<そう> <laughs> はいケイさん 飛行機アイランドならぬ四次元エアってそうですねそうだねかけてみたねそそうういいねいい言葉が出たねああ俺が言ったことそうそうそう四次元や褒められてんだよありがとうございます初めて褒められましたこのラジオで一年一年たって嘘褒められたことなかったないないない嘘基本いじられていじることすらもし でもずっとあれねあっちだったからね音響そうミキさんのとこだったから喋る機会ないっすからねそうだねうん今日テンパってめっちゃ喋ってますけどね全然喋れないんで私もうんそうね緊張しますねファミファミさん行けないところ静ちゃんのお風呂うん確かに行けないってかどっちの意味にもかかってるやん いっちゃダメっていけないっちゃダメのいけないもうそうだね言いにくいねにもけうん確かにねうんんかやばいドラえもんネタに本当に変わりつつあるんだけどやばいね何の放送か分からないそうだねケインさん最後ここでドラえもんの話終わりかな終わってない終わりじゃないでもほらそろそろ飛行機に繋がるよもしどこでもドアがあったら久米島と那覇間を行き来できればええな 妄想切実な思いだそうですうんケイ <laughs> さん<お>あってリクエストがあるみたい可能可能ですよ<お>曲があれば流しますおこれかこれですね飛行機と無関係ですがってグリーンノートコースターさんのブルーバード確認しますね、うん、ちょっとお待ちをうん、うん すごいね、こうなってラッピングのね、飛行機話も弾むしもっと協賛いろいろ出ればいいのにね、例えばなんかジャンプとかも出したことあるかななないかワンピースとか私ワンピースありそうじゃんなんかねありそうな雰囲気あるかなるるおに剣心出してほしい見たことないあま好きな人は。 だってノベリティとかさ絶対作るさそうなるとしたらもっと飛行機乗る人もやっぱ増えてくるコストかかるけどもねなかっ「君の男スター」さんの曲は「君に届けとひまわり」がなりますちょっとケインさんどっちがすいませんブルーバードなかったみたいなのでえっと何でしたっけ君に届けとうん ひまわりどちらか聞きたいのがあればお願いします君に届けでと空軍153ワンピースジェットスカイマークでやってたんだへえスカイマークだったんだんかあるのは知ってたかも OK ですケーですじゃあ一度曲いきますはいお願いします

でもこれなんかあれっぽいパン工房のあるに似てるパン工房 <laughs> あの倉マイとか昔いたベリー工房あ違うベリー工房じゃないベリーズ工房 <laughs> ベリーズ工房でも <laughs> では、ね、ハロプロですよねああそうだ多分違うごめん何工房なんとかなんとかパン工房だったと思うあのへ、ー、でのパン工房ビーズとかそういったところ一時期行ったところ、えー、会社、えー、あ事務所 事務所ああわかんないですね IH リナとか IH リナなんかした,た <laughs> あと日本人だけど <laughs> あのガーネットクローズガーネットクローズ 次の曲もしていただいて <laughs> 次の曲アルパキンさ山下達郎さんのあ〜ライオンタイムあれは入ってたような気がこれはありますよトランスアジアそっかトランスアジアそっかトランスアジア僕乗ったんで話できますよ乗った話、うん、どんな航空会社だったか<あ>トランスアジア ああだからあれ当社したの復興航空不思議航空話すじゃちょっと間にいいですようん間に入れてでっていただければその後でどんな航空会社かあ今流れ的にどのタイミングで CM ですどうしようじゃどこ終わり CM きますねうんちょうど半分ぐらい多いちょうど半分ぐらいちょっと以下すごいねどうにか <laughs> ありがとう。スイーケースなんか、行ってないところから。こっちかどこだっけ。こっちああ。終わって、こっちだ。別に非景気に関、係なくても、いいねニュース。曲って。飛行機の時って、なかなか少ない。意外とあるんだ。ね、あるけど、ね、自分たちが知らないだけ。んメジャー目指して。メジャー。ではな、ね、い。 けど、航空港空港写真に画像提供しないと仕事のやつだね。写真撮りに行ったんだもんね。うん。<laughs> <laughs> まあドラえもんのお皿うん、うん、もう十年前ぐらいのやついらないからって売りに出したら査定来た。はい。あ査定ってまあこれでどうですかって言いました。 えっと買った時は5000円ぐらいだったんですけど<ー>2006年ぐらいの2005年かなイヤープレートって言って2005って書いて絵が書いてあるやつで当時5000円ぐらいのがまあ9400円ぐらいへえすごい約1倍近くにうん寝かしたらすごいで<え>もっと寝かしたらいやーあ<ー>私もそれで旅行式にしようかなと思ってあ,あっまた信用行きますね ちょっとまあドラえもん昔好きだったからドラえもんのグッズが深いっいあるんですよ。<外>おっちに人形はあるけど。人形。うん、人形ダメなんだ置けないも、うんね。うん、ちょうどいいんじゃん水。ニュースのうーん。広がる。先ほど、ね、流した。 最初じゃあ飛行機の音から入りますね。うん返します 先ほどお届けした曲はグリーンノートコースターさんの君に届けでした。お聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。番組ではリスナー様からのメールを受け付けています。メールの宛先はアイランドアットマーク fm ギノワンドットコムです。はい。はい はい、半分終わったよ<ー> <laughs> ちょうどいいんじゃん、うんねではあのさっきのねなねく君が、まあ、詳しい台湾の飛行機のトランスアジア、うん、トランスアジアの情報なんか急に、うん、この破産っていうか、まあ、解散するってことをやったみたいで従業員も知らなかったっていうニュースとかがあってそうなの 他の航空会社エバーとか中華航空で中華航空がなんかもう引き継ぐことが一部確定してるみたいで、うん、でまあ僕が個人的に気になったのはこのトランスアジアって結構離島便、うん、台湾の金門島とかポンフー諸島とかっていう台湾の離島に飛んでたんでそこら辺をどうするのかなと、まあ、一部の話だとこの別の航空会社が大きめの飛行機を出すとかで対処するみたいなニュースとかもあったんですけど。ででまあそれで 私一回トランスアジアジ乗ったことあるんだろう航空レポートっていうかまあ<ー>どんなんだったかって僕が成田からこの台湾に台北に飛んだことがあってでちょうどその時があの1回目落ちた時なんですよ、あのー。台湾のそのこのトランスアジアが2013年とか2014年に1回落ちてるんですよ。うん 2014、2015かな最初は、うん、あの台湾の,あのマソっていうところがあって離島そこでこの台,湾の離島台湾の本島から離島に行く時に台風で機長、うん、がもう行けるだろうって判断して行っちゃっやったら、うん、着陸失敗しちゃって<ー>墜落しちゃったっていう亡く,くなった人いますよ。<ー>なんかもうくニュースで 母親が心配して空港に駆けつけて「私の娘は乗りましたか?」って言って「乗ってます」って聞いた時に膝から崩れてなくシーンが今でも頭の上にそこまで流れてたんだはいはいあってでその時かなだからその後に僕乗って他の航空会社よりあら安っと思ってまあ一応事情は分かってたんですけどまあ落ちた後すぐ落ちないだろうと思って僕は乗ったんですけどまあ 結果論でいうと1年後また落ちちゃったんですけどねそういう影響もあって今回、分この売り上げが下がっていったのかなと思うんですけど短い期間の間で続くと怖いね安い上に1年越しにまた落ちてそれで分で今ちょっと破産までいっちゃったのかなとそれも影響あるんでしょうねでも台湾で一番最初にできた民間の航空会社ですからねトランスアジア航空。 知名度は低いですけまあ話元に戻るんですけど僕が乗った時は成田から台北まで行った時でもちろん機内食出てきたんですけどえっとね僕の時はんかまんじゅうまん具材が入ってる具材が入ってるまんとか重たいやつですねはいはいはいちょっと生地的には小籠包とかのああいう系の生地の厚いやつで中にこう肉のそのまんが入ってて。混ぜた んか炒めた野菜みたいなんか炒めた野菜のタイプではなかったです大きい肉まんの生地が小籠包みたいな感じそんな感じのやつあとシューマイ的なやつとか出てきてで一番良かったのは台湾ビールが飲めたのかなってえ出てたんだ出るんですよまあそこ一応フルサービスなので機内食も出るし この飲み物もただなんですよ CA の方に、うん、あの台湾ピーチューって言ったんですよ台湾ビールって言ったら、うん、バババババ,バって中国語で帰ってきて、うん、ああ首を振りながらわ<れ>からんわからんみたいな <laughs> ああ台湾ピーチューって言わないで台湾ビールって言えばよかったって<ー>でその後出てきたのが台湾ビールと氷の入ったコップみたいなあコップに氷が入ってそこに注がれたんですよ<ー>だから要は アイスを入れますかみたいなこと言ってたらしくてで僕は「ああイエス」って言っちゃったからあの入れられたんですけどでも入れてもまあビールに氷も合うなみたいなでちょっとほろよい気分で台湾に行ったっていうなるほどまあ乗れなくなってしまったけどちょっと残念でも一回はやっぱりね乗ってみてよかったんじゃうんよかったでも怖くなかったいやでも特にはそうなんだ いや私無理だ1回落ちたらちょっと乗れないなでも落ちてる航空会社はねどこでもあるけどねどこでもまあうんあるからなるほどツイキャスツイキャス上の方だよ上の方空軍1号3復興航空あっいえうなずいただきます復興航空の 某雑誌に画像提供しなきゃ私も乗ったトランスアジアうんでこ復興後えー、アルファウィングケインさん復興航空結局リアルに空港で見ることも うん、撮ることも乗ることもなく倒産したのよねってことですねそれは残念ですね確かに、ねね、乗った人とかさ写真撮った人が意外にねやっぱり倒産したらレアにはなるかもねあそっかねある意味、うん、よかよか,か倒産したからよ,かよくわ、まあ、かったわけじゃないけどまあ残すね、うん、ないけども思い出としても、うん、まあ何か証拠で残るから、うん、だからあの,あの時僕にこの氷を入れてくれた CA さんはどうなるんだろうみたいな。だからね、そうだよね。チャイナヘアラインに乗っちゃうのがあんて、結局どうするんですかね、この従業員は。雇用とかはね、どうなるかそういうね、確保されてたらまたいいではあるけどね。そうだね軍一1さんから中華航空が引き継ぐのは旧正月まで。うん これは今の予定ではそれともなのかな,な,のかなだまあそうじゃないですか今の予定だと旧正月まで特に旧正月とか多分離島に行くのが多いから、ね、行ってたもんね、うん、チケットね取ってる人もいるしうん、うん、実際やっぱ返金はやってるけど、まあ、使わなきゃいけない人もいるしね。 アルファウィングさん、うん、いざ自分が乗る飛行機が落ちると想像したら、ガチで他人事と思えないし、怖,い怖くて不安ですねっていうことですね。だと思います。確かにうそうですよね例えば、<う>私がちょっと予約して、こう乗,乗ろうとしてる飛行機が、ちょっと先で落ちたりとかしたら、さすがに自分は乗らないかも、乗れない、怖くて、うん、直近すぎると。確かに、えー まあ必要な人はね仕事に乗らなきゃいけない人はいいかもしれない仕方ないかもしれないですけどでも怖いですよねなんか本当は乗りたくないけどもう切羽詰まって一つ乗らないといけないみたいな状況の方多分世界中にねいっぱいいるんだうねあっちこっちででね本当に大変にねえ久郡一号さん復興航空のパイロットの一部はエバー航空に受け入れ するとのことです。ありがたいね。やっぱり分けるんじゃん。パイロットはさすがに、うんまあ、でもやっぱ優優秀なんでしょうね。なかなかねなれ、うん、なろうと思ってなれるものでもないしね。うんうん。うん,うん。そういう人材ね引き抜いてくれるっていうのはありがたいですよね。うん、でも今世界的ななんかパイロット不足みたいな話聞くんで、うん、パイロット自体はもしかしたら雇用先あるのかなと。ね。うん アテンダントの方々もしかしたらねまあもうフルサービスじゃなくて、うん、それこそ LCC かな L に、ね、うーんうーんそっか,かでもまあ日本でも、うん、それこそスカイマークが経営破綻、うん、しちゃったんで、うんまあ、まあそういうこともあるんだみたいな感じで、うん、ただトランスアジアはもっと大きい 大きいね。航空会社だったので、で歴も長いし、だから衝撃っちゃ衝撃でありますね。どれぐらい初めてのね、あのあれどれぐらい十十初めてっていうのはできてトランスアジアあれですよ。台湾で初めてできた航空会社なんで、どれぐらい五十年とかあるのかな、はいはい、そんぐらいあります。多分確か。やばいね。長いです。エバーが千九百八十年代ぐらいなんで新しい方なんですよ。 あーうん乗、うん、ったことあるかな<ー>私60年以上フランスアジア60年以上福一五三復興航空は60年以上、うん、でも航空会社も潰れるときは潰れますからねその日本でもあの日本エアーシステムってわかりますジャスっていう航空会社僕が小学校ぐらいの小一ぐらいの時まではあったんですけど JAL に買収されて一時期 JAL と JAS って2路線だったんですよ。とあ松井秀喜さんが CM 出て JAL、うん、と JAS で,あ<ー>でそれが JAL、まあ、日本化してっていう感じで完全にジャパンエアシステムなくなっち、ね、ゃったんですけどアメリカもパンアメリカン航空とかもなくなっちゃってパンナムあの有名なパンナム、うん、えあドラマもあるじゃないですかパンナムっていう確かアメリカドラマ。 まあそこも潰れちゃってだから意外に航空会社潰れるところ多いなと、うん、今よなみねく君が裕次郎さんに見えていな <laughs> 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 いや <laughs> いなくても <laughs> いやそんなこと言ったらだめですよ <laughs> 中国にいるからって当分当分中国から帰ってこないんじゃないかな <laughs> <laughs> あちょうど。 ファミコムさんから、はいうん、なぜか我が家に JAS の A300 のエプロンがあったなーってへ<ー>へーそうなんだ、うん、覚え僕初めて乗った飛行機が多分日本エアシステムなんですよ。でこの 人形、飛行機のちっちゃい、ものろらに入るぐらいの人形で、輪っかを引っ張ったらプルプルプルって動くのを<ー>持っててしいで、僕初めて乗った飛行機で戻したんですよ、ベベって。<laughs> だからその記憶があって飛行機苦手だったんですよ、<laughs> <ー>飛行機は戻すもんだみたいな。あのその時の状況で、例えば飛行機乗る前にあったかいおそばかなんか食べて、水を飲んで、 入っちゃったからこのシチュエーションだったらやばいなと思ってて、うん、でもまあ実際大きくなってから。 そうやっったたここととありますけどね食べて飛行機乗最悪だでも履かなかったですよそれ以降は飛行機の中で履いたことは僕ないですちょっと申し訳ないな飛行機の中で履くとかなかなか小学校1年生だったからその時だからその時に僕初めて飛行機のところに袋があってそこではいていいっていうの分かってああるよねあります私あの袋の中にさお菓子のゴミを支柱しててはくようだったけど なんか白紙なんていないしなって、ゴミ袋だと思ってた。あれだから防水になってるんでうん、ちょっともって。上等だよね。いいかな。で。う家で気持ち悪くなったら。ぎぽ。特に、あ、車上等じゃん。飛行機乗るたびに、それを持って帰って。車に置いとこう。あの、いいね。今度そうしよう。みたいな感じ。あの、あと、あれ。この。渋滞にハマったときトイレ行けない時。そう。ええ。 車で用を足すでもえそういうのありますよ沖縄はいいんですけど県外だと渋滞40キロとかでもう1時間に数メートルしか動かないとかもザラにあるみたいなのでみんな車に乗ってるんだありますあると思いますよこれあのその用を足す用のあでも沖縄でもあるよギリあ うん、やめよう <laughs> 話が変わって、ねうん、<laughs> なんかちょっとえげつない話に変わってきそうだから戻し <laughs>、うん、しましょうねアルファウィングさんから JAL と JAS が合併された当時 JTA も RAC と合併して JAS っぽく JTA システムに変わると思ってたのに残念ってことですね。うん 熊本てん龍人雅也さん <laughs> こんばんははじめはじめましてではないですよねじゃないともう,うん違うこんばんは最近のパイロットがパイロットの質が落ちてきた気がします飛行機は安全な乗り物なのにヒューマンエラーの事故が多いですジャス懐かしいです鹿児島空港で見ていましたってことですね、うん やっぱ久々にねジャスの話したらやっぱ盛り上がるね。あ<ー>なかなか多分話さないだろうね。そっか。流れていくだけだよね。確かに。うん。ありがとうさん。ギリわかる世代かもしれない。僕が小一の時に乗った飛行機だったんで。うん 確実にすごいよねこのプルプルがあったからかもしれないプルプルと下ップド私は聞いた私は聞いてわかるぐらいだから結構だから飛行機好きなのかもしれないですねそうだねよ。高2の時の職場体験飛行機で掃除飛行機で飛行場で掃除飛行場で掃除って人気あったんじゃない 飛行場とかねどうだろうここだけの話、僕は映画館に行きたかったんですよね。よし、聞かなかったでしょ。戻ろう戻ろう。時間も迫ってきてるので。機の中でリバース。俺はほとんどないが、船では荒波地だけリバースなので辛いっす。これすごい分かります。はい、分かります。私も荒波どころじゃないです。荒波がなくてもリバースです。船って波で揺られてるときはまだ。 いなんでです揺れてたらまだこんなでなるんですけど止まってたこの頭がグラングランしするんですよ止まってるから余計に感じてじゃああれです乗ってる時のグラングランが残ったまま止まってるみたいなそうそうそうだから気分なくてでこれの体験であのまあちょっとある人に船に乗せてもらって小型の船にちょっと海の端っこまで行ったんですよ 沖縄であのの海7月ぐらいなんですけどね行って最初乗れてたからあ俺全然大丈夫だと思って船船泳いしないなと思ってたら止まった瞬間にめっちゃ気分悪くなってきてで船降りた後と1週間ぐらいずっと自分こんなに揺れてるからこんなになるんです勝手に足も足もこんななっかくて全然治らなくてもう顔してるんだそうなんです あれはもう鍛えるしかないって言って、うん、その運転手が言ってたんですけど「だあれ大変です」 ちょっと今1個気になったことあったよね。行ったよね。私も気になったけど、海の端っこ海の端っこないよと思って。境界線糸湾からキャンラ辺まで。港じゃん。港に行ってないんけど、沖縄の北端から南端まで船で行ったってことですかある意味、1時間ぐらい。時間でるんだ結構近かったんですよ。 ああ、でも、糸満とか、あ、でも、飛ばしてて。あ、そっか、でも、ほら、あの、ほら、キャン岬からヘド岬まで車で行ったら、山を。峠を越えないといけないから、それで時間かかるから、一直線だともしかしたら、海の方が早いかもしれない。確かに。ああ、いいですね。地域やすい。アルファ、ウィングケインさん。あ、ファミコンさんから行きますか。うん。 いや、あの袋に入りきらずに溢れるとどんだけ出すんですかそれどっちの話だろう、下方の話かおトイレの話かなるほど、どっちだろうどっちもかないやいやいや、いや。袋に溢れるぐらいの下ポって相当な量ですよあの袋結構大きいよねあのジャイアントシロタがとかあのギャルソネとかが入ったらどれぐらいの量になるんですかねあの下ポの袋じゃあの人たちがエンドがないんじゃないとんでもない どころじゃないもうなんか滝のように滝のように出ることあるも一度なんか全然変わるんだけど話すませんねお酒飲んで一度だけ滝のようなやつをさったことがあってもうさらさらどころじゃないの喉の奥にホースを詰めたのようなぐらいめっちゃ大量にスピードがスピーディーな。 結構キラキラアウトしたから。キラキラ嫌だマーライオンって来てますよミッチーさんからそうすっきりいやだそう本当にそんな感じマーライオン本当にあり得るあり得るびっくりしたゲーライオンなっちったでも一番マーライオン一番楽かもしれん あ一気にね出くてすっきりすっきりすっきりすってりすっきりってさっきもねトイレ出てきた瞬間にねすっきりしたって違う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 えなんで違うすっきりだから違うすっきりだったねびっくりしたあれはんでやばいやめようこの話はいじゃちょっとおかしくしましょうね時間があるのにケイさんいぐまた呼んでから話がそれちゃいましたが今日の出張で乗った JT 駅がなんて読むんですかこれスウォル 座る？s w a l Jet でした。<何>あまりにも右頂点になってログブックを渡し到着時にスッチーの皆さんとプチ運託したのは内緒です。えー、よし拡散だこれは。内緒なの？今言ってるよね, <laughs> <laughs> ね。もう知っちゃった？座るジェット？座るジェット？でもジェットって普通みんな座ってるんじゃないですか？うん え、あその座るじゃなくてあの座るじゃなくてああ意味があるんだろうなああっナセコクウエストかなはいはいライン訳してる感じああナセコクミッチーさんミッチーさん下からいく全部読む一応上も。船であればあ信仰ないですしねまあだから早いそうねなるほど。 さんさらにあの人たちはおそらく滝のようにリバースをリバースだろうなリバースマーライオンですねイコールマーライオンですゲイライオンですよゲイライオンゲイライオンえげつないラジオになってきたアルファケインさんはちょいちょい大食いの方々がリバースしたらあの袋では溢れるでしょうあ溢れると思います確かにね 飛ばして、まあ、さっきのね、南西航空のね。逆のやつですね。南西航空ってどういう航空会社でしたっけ。なんですかね。調べ。わかんない。私も。どうなん。南西航空ってどんな航空会社。なんだろう。どういう。ちょっと、どういう。あれか、僕何回か聞いたことあったり。あと、あの船、あの船っていうか、この車の。なんだろう。ガソリン、飛行機用のガソリンの。 入ってる車に南西航空とか見たことあるんですけど、うん、あ日本トランスオーシャン航空イコール JTA あちょっとなんか結び付きがね、うん、なかなか分からんかもへえー、そろそろねそうですね、はい、それでは一旦 CM お願いしますはいお願いしようと。 ああ、大丈夫です。かっためっちゃぎりぎりだなと思って。<laughs> よかったよかった。ニュース一個言えてない。あ、何です。じゃあ、もう言います。あと三分二十七。いいよ。次言おうかな。次言える花のやつ言いたかった。言おうかな。いいんじゃないですか。もう。言おうかな。それ決めて。言,て終わろう言いたい。これ。言い <laughs> たい。 い、えーね、いつもとしてないそ<う>してななかかったのあだら10秒前です。 お聞の番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです、うん、はい、はい、皆さん追加数ありがとうございます,いますね話がいろいろ逸れてしまいましたがう楽しかったですねいつもと違う曲、うん、雰囲気 <laughs> 人も話もみたいな全て全然違うけどう ででご,めごめんなさい一つちょっとニュース、気になったものがあって、はい、えと5万本の花ができた A380 エミレーツ航空の実物大展示レスポンス11月25日金曜日のニュースですね、うん、アラブ首長国連邦 UAE のエミレーツ航空 は11月23日ドバイ有数の観光スポットドバイミラクルガーデンと協力しエアバス A380 型機の形をした世界最大の花の展示物を完成させたと発表した、うん、エミレーツ航空の主力 機材である A380 型機と同じ大きさの展示物は200人以上の製作開始から完成まで180日500万本以上の花と植物で覆われ花が満開になると500万輪のも花が咲くことになる。 フラワーアレンジされた世界最大の旅客機は27日からドバイミラクルガーデンで一般に公開されますはいこれ写真見てください私写真見ましたけどめっちゃ綺麗でした本物みたいええー、あのすべて花あーすごいねだねあーでもここから見るだけでもすごいすごいね 発想がすごいね。うん、これ中、中は入れないと思うけど。こういう飛行機があったらいいなあみたいな。そんな感じですね。はい。はい。はあ。では、もうそろそろ。そうですね。ね、終わりですね。はい。閉めますか。うん、そろそろ閉めましょうか。皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございましはい。と、来週は。来週は。あるよね。うん。 まだ格収になっいやいやいやまだあるよね来週はユジロさんが中国から帰ってくるかなあの当局に捕まってなければ帰ってきますあの捕まってたらごめんなさいごめんなさいはい先に謝っときますはいじゃあまた来週もそうですねこれで終わりですねはいそれではまたそれではまた来週 よろしくお願いします。ありがとうございました。あた、なあきちの。そういえば、そうだよ。そういえば、<laughs> れより、ゆうじろうさん、入ってくる、来るとは言ってましたよ。よ来なかった、やばいよ、うん。来るけど。ちょっと。相っと、ゆうじろうさん、いじってみました。なるほど。すみませんね。お疲れ様でした。 ユジュさん来ますからね、うん。すごい。皆さんありがとうございます。<あ>め楽しかった。ケイさんありがとうございます。楽しかったですか。うん、すいませんいつも歌歌で。<laughs> ギャラリー来てください。ああありがとうございます。本当だね、すごいね。ギャラリー、ハミバミコンさん。 あの花のやつがドバイのやつ。あ、全長七十三メートル。メートル大きい外の。横幅八十メートル。うんかいね。そうですね。ちょっとありましたね。不安はね。くるってどっかで思ってたからね。まあでもまあ。 いな,い,いなかったケインさんごなかったときのことも考えて、ぎり、うん、だったけど。ままままたたたた今度んいま、ま、たよろしししくお願いいたしますはい、い、すじゃあ皆さん,あ休んしまいますありがとうござ